今回は光る君へ第22話越前の出会いの復習解説です。第22話では越前で真宙は浜辺で常民と出会う。一方為時は早々に激務で体調を崩してしまう。そこに医師として現れたのはというお話でした。第1章では小手近や貞子の母高階の高子の死とその後の高階家について見ていきたいと思います。996年火山院襲撃事件を契機に始まった聖徳の変ですが、少なからず高階家も関与があったと考えられています。実は道長政権が成立した直後、高階の高子の父成忠が陰陽師に命じて道長を呪詛していたことが発覚したのです。第19話解説で紹介した道長と小手近が口論をしたり、道長の従者と高家の従者が合戦に及んだ時期だったため、人々は小手近も成忠の呪詛疑惑に関与していたと噂していました。こうした背景があったことから聖徳の変で小手近たちが道長や明子を呪詛している疑惑が持ち上がった時に、同時代の多くの人々が信じたのは成忠が呪詛を企てていたという前科があったこともあるかもしれませんね。聖徳の変では小手近が太宰権の措置、高家が出雲権の神に左遷されますが、この時高階家もこの事件に関与していたということで左遷人事が言い渡されます。高子の兄信則は伊豆権の神、道信は淡路権の神に左遷となってしまうのです。二人とも小手近たちと同様すぐに左遷先に向かわず、貞子の居所二条北宮に立てこもり抵抗したといいます。最終的には小手近高家同様、信則道信も左遷先に赴きました。出家していた成忠や貞子の側近だった実信は処罰されませんでしたが、ここに高階家は没落することになるのです。その後第21話で描かれたように、高子は小手近と太宰府への同行を願い出ますが許されませんでした。彼女はこの時のことを嘆く歌を詠んでいます。その直後に高子は病となり、息子たちを案じながらそのまま亡くなってしまいました。歴史物語、映画物語によれば40歳ぐらいだったといいます。なおこの時高家は帰郷することを求め、小手近は密かに都に入り貞子の御所にかくまわれています。母高子の帰得との情報を受けてのことですが、小手近が高子に会えたかは分かりません。母の死という事情はあったにせよ、左遷決定から何度も抵抗していたことから貴族たちの反発は大きかったといいます。高子の死後、小手近は太宰府へ赴いたのでした。その約1年後、小手近、高家だけでなく高階の信則と道信も赦免され都に帰ってきます。ところが高階家を結ぶ高子が死去したこと、小手近たち中野関白家が聖徳の変で落ちぶれてしまったことから、高階家の人々は貞子や小手近ら中野関白家と距離を取るようになります。1001年に貞子が死去しますが、なんと道長から無用の嫌疑をかけられるのを恐れたのか、姪であるにもかかわらず一人も葬儀に参列しないという徹底ぶりでした。これには源利方が高階家の者たちは人の心がないと痛烈に批判したといいます。しかし結局は道長の摂関家とはつながりを持つことができなかったため、高階家の人々は大した出世ができず落ちぶれてしまうのです。第17話解説で紹介した通り、高階の高子は遠遊天皇の内侍となって天皇の侍従の道隆に見初められました。ここから高階家は歴史の表舞台に出ましたが、道隆高子の死によって中野関白家と共にその栄華に終わりを告げたのです。なお平安時代末期に高階家からは保元の乱の後、後白河法皇の下で権勢を振るった新勢や後白河法皇の寵愛を受けた丹後の坪根らを輩出しており、しばしば影響力を持ったといいます。さて光る君へでは越前編がスタートし、新たな人々との出会いが描かれました。次章以降は越前編に役立つ3つの前提知識を解説したいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。22話では越前に赴いた藤原の為時、真宙と樹蓮村、常民らとの交流が描かれましたが、第2章ではその拠点となった松原客員とはどのような施設だったのか簡単に解説したいと思います。ドラマの松原客員は椅子やテーブルが置かれ、建物や調度品もどこか中国風となっており、まるで異世界に迷い込んだような空間となっていましたね。松原客員は越前の国、現在の福井県に置かれた
外交施設の迎賓館兼宿泊施設でした。もともと奈良時代から平安時代初期にかけて渤海という中国東北部の国の使者を迎え入れる施設だったといいます。渤海の使いは冬の北風を利用して日本にやってきて、5月から6月にかけて南風を利用して帰国するため、使いの宿泊施設が必要だったのです。渤海は926年に滅亡したため使者は途絶えることになります。現在描かれている光る鬼名の時代より約170年ほど前のことですね。その後も中国の僧からたびたび商人や役人がやってきており、彼らを迎え入れる施設として松原客員は引き続き活用されました。今回描かれたジュデンツォンらは最初若狭の国にやってきて、その後松原客員へやってきたことが分かっています。なお松原客員の記録はほとんど残されておらず、越前の国の通賀にあったことは分かっていますが、詳しい場所も特定できていない状況です。ちなみに敦賀は都と越前国府の間にあるため、為時が一度松原客員に立ち寄る様子を描いたのでしょう。実際に立ち寄ったかどうかは不明です。ただ20話解説でも紹介したように、為時は僧人たちに対し慣習のやり取りをしていることから、しばしば松原客員を訪ねていたことは事実と言えそうです。この後光る鬼名ではこの松原客員でどのようなドラマが待っているのか楽しみですね。次章はジュデンツォンら僧人たちについて解説しましょう。第22話では僧人たちと為時との交流の様子や通詞の殺害疑惑などのトラブルが描かれました。第3章では越前やってきた僧人たちについて詳しく解説しましょう。995年9月、僧人のジュデンツォンら70名余りが若狭の国に来航しました。その情報が朝廷に入ると、苦行たちは連日のように協議を重ね、僧人たちを若狭の国から越前の国に移す決定を下したのです。実はジュデンツォンらにとっては今回が初めての来日ではありませんでした。当時の記録を綴った歴史書日本記略によれば、987年10月にも来航し、翌年には羊を朝廷に献上しています。この時元信という日本の僧侶がジュデンツォンと会っており、今回の再来日の際には元信は越前まで赴き再会を喜びました。996年に紫式部の父藤原の為時は越前の神に任じられ、その年の秋に越前の国へ向かいました。第20話解説で紹介した通り、藤原の為時は監視文の強要があったことから、僧人たちとの交渉を期待されての起用だったと考えられます。ドラマではジュデンツォンらが都に僧の品を献上する場面が描かれましたね。実際にこの年の7月にガチョウやオウム、羊を献上したことが日本記録に記されています。ドラマでもオウムがいましたが、本当に献上されたようです。さらにドラマでは描かれていませんでしたが、実際にはジュデンツォンらは入教も果たしていたという記録もあります。そのためジュデンツォンらは道長たちと謁見した可能性もあるのです。僧の品を献上した直後だったことから交易を求めたと考えられますが、その後も交易をした功績はないため、おそらく朝廷は拒否したのでしょう。997年もジュデンツォンらは越前の国に滞在していました。この頃彼らは越前の国と若狭の国を比較的自由に行動できたようですが、若狭の国の長官だった源兼隆を罵倒したという記事が藤原の実助の日記小遊記に見られます。今回描かれた通詞の殺害疑惑はこのエピソードが元になっているのかもしれません。ジュデンツォンらがいつ頃帰国したかは明らかではありませんが、少なくとも1000年までは日本に滞在したことが分かっています。藤原の行内の日記ゴン記の999年の記事に、ジュデンツォンが京都の石清水八幡宮に物品を献上したものの、その途中で死者が捕まってしまったことが書かれています。さらに翌1000年には貞子の使者がジュデンツォンたちから購入した物品の代金を支払うため越前へ行ったものの、ジュデンツォンらは九州の太宰府へ行ってしまっていました。逆にジュデンツォンらが代金の支払いを訴える記事が今期には見られます。つまりこの頃には僧人たちは九州へ拠点を移していたことがわかるのです。太宰府周辺では現地商人との死亡役が行われていた時期もあり、朝廷との交易を諦め九州での交易に目をつけていたのかもしれません。実際のジュデンツォンは商人だったと考えられますが、ドラマでは彼らがやってきたのは裏の目的があるような描かれ方をしていますね。
どのような目的があり、マギロにどんな影響を与えるのか注目したいと思います。最終章ではマギロとの交流が描かれたジョーミーについて解説しましょう。一部ネタまでになるかもしれない今後の展開を予想しているのでご注意ください。今回登場したジョーミンは実在の人物ではなく、ドラマのオリジナルキャラクターです。ただ第3章で紹介したエピソードと歴史物語大鏡の記述から今後の展開が予想できそうなので紹介したいと思います。22話ではマヒロに中国語を教えると同時にカメトキにパリ治療を行う医師としての描写がありました。光る君へのホームページには、優しく穏やかだがどこか謎めいたところがある男と書かれています。何か不穏さがある記述ですね。この謎めいた部分についてはドラマのオリジナルストーリーが展開されると思いますが、実は日本にやってきた宗神の医師の話が歴史物語大鏡に書かれています。ジョーミンのメインストーリーとは外れるかもしれませんが紹介しましょう。聖徳の変で出雲の国に左遷となった藤原の高家ですが、彼は998年に赦免され1002年に権中納言となり苦行に復帰しました。ところがその10年後の1012年、藤原の高家は目の病気を患い、自ら進んで太宰府へ赴いたのです。太宰府に宗神の名医がいるというのが理由でした。僕はこの名医が常民となるのではと予想しています。第3章で解説した通り、ジュレンツォンら宗神たち一行は1000年頃までに太宰府に移っており、その後何らかの理由で常民だけ太宰府に留まっていてもおかしくはありません。さらに当時の歴史書にジュレンツォンら宗神たち一行に医者がいたという記述はないのに、オリジナルキャラクターで医者を出したのも気になるところです。高家は苦行復帰後は道長と関係が良好となるため、高家が目の病気を患ったと聞いた真宙は越前時代に仲良くしていた常民を高家に紹介するという形になるのではないでしょうか。第11話解説で紹介した通り、その後高家は太宰府の長官を務めました。そして1019年に女真族という民族が北九州を襲撃したいわゆる問いの入港が起こりますが、高家は現地の武士を率いてこれを撃退します。高家の眼病を治し、間接的に常民が日本の危機を救うという形になるのかもしれません。常民はオリジナルキャラクターなので今後の展開が全く読めませんが、また新しい形でマキロに影響を与えそうで楽しみですね。皆さんも今後の展開予想などがあれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。いかがだったでしょうか。今回の参考文献は動画の概要欄にまとめていますので、よかったらご覧ください。毎週火曜日に配信しているライブですが、今週6月4日火曜日の配信は所要によりお休みさせていただきます。6月11日火曜日の放送で22話、23話の補足解説をまとめて行う予定です。よろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。